一生懸命踊りますから、ぜひ最後まで見ていってください。歌と踊りでみんなを笑顔に。エリカちゃんのショーは瞬き厳禁よ。目を離さないでね。たくさん声援よろしく。このスマ、このスマ、あともうワンフレーズで終わりだよ。頑張ってエリカちゃん。と、ああ、足がもつれちゃうわね。ここのステップ難しすぎない？ちょっとずつ良くなってるよ。繰り返し練習すればすぐできるようになるから、あと少し頑張ろう。いいな、シエロは踊りが上手くて。今回のダンスだって一番最初にマスターしちゃったもんね。ううん、僕だって最初から上手くできたわけじゃないよ。これでも必死で練習したんだから。本当かな。なんていうか、私シエロやリアに比べると基礎がなってないと思うのよね。まとまった時間ができたら一度初心に戻ってダンスの基礎から特訓してみようかな。え？基礎？特訓？どうしたのよ、急に目を輝かせて。基礎、それは全ての礎。特訓、それは青春の輝き。そこまで言うならいいでしょう。僕、エリカちゃんのその意気込みに惚れました。は、はあ？まとまった時間ができたらなんて言わずに今始めよう。今日はとことんまで付き合ってあげる。どうしよう、断りきれない圧がすごい。このスマの基礎は体力作りからだよ。あと腹筋100回、腕立て100回。腕が太くなったら服が着れなくなっちゃう。それはやってもいない女の言い訳。簡単に太くならないから安心してまずは筋トレしなさい。本当にもう勘弁して。このままじゃ本当に私死んじゃうかも。大丈夫だから安心して。死ぬ前は口数がもっと減るから。僕も昔武道の鍛錬で生と死の狭間を見たよ。そんなの私は見たくない。もう限界。まだ終わってないよ。基礎基礎特訓、基礎特訓、合わせて朝まで特訓、基礎特訓。朝までとか無理だから、私の可愛いが干からびちゃうから。このスマ、ようこそ冒険者ギルドへ。あたしはあたしら、ソードマスターの夏になったら、ソードマスター、コーマ族へ、ソードマスターの、あたしはか、
ようやくぼ何時な このスバこのスバアクアはやけにご機嫌ですね。鼻歌まで歌ってかなり割のいいクエストを受けられたからな。倍率も高かっただろうに。モンスターが出ない周辺の地質調査、リスクが低く、しかも報酬が高くて、なんと近くには評判の温泉宿もあるのよ。こんないい条件のクエストを引き当てるなんて我ながら運がいいわ。これも日頃の行いね。ちゃっちゃと終わらせて温泉にでも入りましょうか。それまではピクニック気分で楽しく行きましょう。さあ、はあ、カズマさん、楽しく行こうって言ってるのになんて顔してんのよ。クエストに文句があるとか、もしかして学生の頃自分だけハブられたピクニックとかを思い出して傷ついてるの？いや、クエストには文句はないし、そもそもハブられた経験とか俺はないからな。かなりいい条件だと思うけど確認させてくれ。本当に危険はないんだよな？疑ってるの？当然だろ。幸運値の低いお前が運よくこんな割のいいクエストを。考えすぎですよ。クエスト依頼書にもおかしなところはありませんでしたし。それにこの辺りは少し前に起きた災害以降、モンスターがほとんど寄りつかなくなった土地だからな。本当に安全な地質調査なのか？そうよ、最初からそう言ってるじゃない。あ、疑って悪かったよアクア。それじゃあ気を取り直して。待っていたぞ佐藤一馬。トロールウォーリア、どうしてここに？貴様らをおびき寄せるため偽の依頼書を作ったのだ。罠だったのか。ダニエル様のために貴様らを、今度おバカ、ちゃっかり罠にはまってんじゃねえ。おかしいと思ったんだよ。運の悪いお前が持ってきたんだからな。俺のさっきの謝罪を返せ。悪いはやだんだろ。あの、ちょっと、うるさい、取り込み中だ。出直してこい。じゃあ出直して、で、舐めるな。トロールのやつ、ずいぶんと怒っているようだな。カズマのせいですね。俺のせいか？アクアのせいだろ。私のせいじゃないわよ、みんなの責任よ。見くびってもらっては困る。今さらトロールごときに遅れを取る私ではないぞ。言い争ってる場合じゃないな。来るぞ。殺し場。敵が来たら返り討ちにしましょう。こんなことになるとは思わなかったんだもの。わらになって意外だよ。このスバ、エクスプロージョン。我が爆裂終わったか。もう少し手応えがあってもよかったかな。そもそも手応え以前にモンスターはいらなかったんだがな。誰かがこんなクエスト受けたせいで。もうまだ言ってるの？
みんなでピクニックに行けると思ったの。素敵な温泉もあるって聞いてたんだもの。楽しんでくれると思ったのに、私だけ責めないでよ。開き直ってだだっこになってやがる。カズマ、飛ぶってください。仕方ないな。ほらよっと、アクアもいじけてないで温泉に行くんだろ。温泉？近くにあるって言ったのはお前じゃないか。ピクニックはこれからが本番だろ。そうよ、そうよね。ピクニックは終わるどころかまだ始まってもないわ。トロールも倒したことだし、温泉に向けて出発よ。切り替えが早いな。まあいつものことだろ。けどなんだこの胸のモヤモヤ。まだ嫌な予感がしてんだが。最高の温泉が待ってるわ。楽しもうよ。わー、このスパ